ここは機械知能システム工学科の研究室。皆さん機械に向かってじっと見ています。何をしているんでしょうか？ここはですね、いろいろ材料試験をここで行っています。例えば疲労試験であるとか摩耗試験であるとかですね、それから引っ張り試験といったものをここではやっています。固体力学研究室では、物が壊れるまでどれだけ時間がかかるのか、亀裂がどういうふうに入るのかなどの研究が行われています。機械であるとか構造物にですね、いろいろ稼働している間に外から力が加わりますよね。そういったものに対して信頼性とかですね、安心できるような形で設計するためにはどうしたらいいのかという、そういう研究をしています。機械や構造物が故障する原因が疲労と摩耗なんですね。で、基本的にはですから疲労破壊といったものを中心に研究をしています。安心安全ということに非常に貢献している、そういう学問だと思います。さらにこちらの研究室では、実験や解析だけでなく計測する装置の開発も行っているんです。骨 の、 骨密度を測定する、そういう実験です。骨を通過する超音波という波がその伝播する時間を測っています。骨の中を伝播する超音波の速度を測ることによって、中にある穴の割合がどれくらいあるのか、それを測定する、そういうやり方をしています。私どもはですね、ある意味でいろんなことを考える力さえあれば、いろんなことをチャレンジすると、こういうようなやり方でやっています。ですから興味があればいろいろ手がけてみたいというふうに思っています。新しい研究へのチャレンジ精神、すごいですね。今もまた研究室では新しい実験や装置の作成に取り組んでいます。これは先ほどお話をした超音波の骨の中を伝播する、その様子をシミュレーションで実際行ったものです。左の方から今超音波がちょうど入射した状態です。具体的にこれは5センチ ×5 センチの大きさの領域の中に、骨の中に含まれる穴の大きさ、穴そのものを表しています。穴の形状ですね、横長なのか丸いのか縦長なのか、実験でできないことをシミュレーションで補う、逆にシミュレーションでできないことを実験で補うと、といったことをですね、お互いに両方の結果をうまく組み合わせることによってコストも削減できるし、研究の期間も短縮できるというふうに考えています。自分たちの生活に関わる非常に重要な研究だなっていうのを感じたので、もし万が一その建物なんかがこういうことをしっかり考慮されてなかったら、大変大きな被害とかが出る、そういったことから私たちの生活を守るっていう意味で非常に重要な役割を果たしている、そこに魅力を感じてここを選びました。わからないことがあるから、それをやはりわかるようにしたいという、それを通じてですね、やはり新しいことが分かるということは非常に大きな喜びですよね。実際の設計から始まって計算、解析、それから実験といったことで、こういった機械工学の分野というのはすごく幅広い部分を持ってますので、それを通じて社会貢献ができるというふうに考えています。